は、手塚治虫による日本の漫画作品。少年キングにて、1968年4月28日号より1968年12月22日号まで、連載された。白いパイロットのようなチームヒーローものであり、手塚治虫版、サイボーグ零零級とも言える作品。講談社から出版された、手塚治虫漫画全集ノーマン第3巻の書きでは、 本作の執筆動機を少年漫画界全体がリアルで生臭いドラマ編長に向かいつつあることへの反発だったかもしれないと記している。タクの父は商社ンだったがとある事情で命を狙われ上司に外国への転勤を命じられる。一家で新しい仕事先として紹介された場所北緯一度13分統計102度5分に向かうと そこにはすでに二人の男がいた。彼らもそれぞれの理由で、ここに来るように言われたという。やがて五人は、謎の男に連れられ、いつの間にか現代の地球から五億年前の月に、ワープさせられる。ワープ先の月のモコ帝国の王子ノーマンは、宇宙からの侵略者、波虫人類、ゲルダン人と戦うため、様々な星から超能力者を集めていたのだ。 ノーマン・レインジャーの一員となった、ク少年は、個性豊かな仲間たちと共に歴史を変える戦いに、挑む。ルーピオ、はじめ、一部の隊員は、人間の姿に成形している。第一章、オープニング第二章、霧の彼方第三章、解決ベガー少佐第四章、未来を大尉を活かすな。第五章、アローデの休日第六章、 プリズナー第7章、ママを譲れ。第8章、ゴーストムーン作戦第9章、裏切り者、第10章、コントロールタワー第11章、接戦第12章、カルカントリでの最後第13章、終わりなき歴史の終末、虫プロダクションによって、テレビアニメ化を目指してこのパイロット版が制作されたが、予算やスタッフの人材、スケジュールの都合等の理由でお蔵入りになってしまった。 1977年に創刊された月刊アウト増刊ランデブー1978年5月25日号でフィルムストーリーが掲載され1999年に発売された手塚治萌コンテ大前 2W3 でレイマンと共に絵コンテが掲載されているありがとうございます